ただいま。皆さんこんにちは、さとこです。今日は10月15日からハワイ州で新しく始まるフリートラベルテスティングプログラムっていうのがあるんですよね。でそれについて分かりやすく、ご説明できたらなと思ってます。というのもですね、これが日本に適用された時に一体じゃあ私たち何をすれば、ハワイ旅行前に何をすればいいのって疑問に思っている方もいらっしゃると思うんですね。まあ、正直ワイキキあたりで観光客の人見るんですよね。日本人の人とか中国人の人とかも、あとアメリカ本土の人からの人とかも本当に分かりやすくガイドブック持ってうろちょろしてたりとか、でその方たちは今2週間の自己隔離をすれば、その後は自由に観光ができるので、そのシステムに従って、ハワイに観光してると思うんですけど、なので、まあ、旅行しようと思えばできるんですよね。でもやっぱりお仕事してたりとかねすると、長い長期の休み、2週間以上の休みを取るって結構難しいじゃないですか。でもその15日から始まるプリトラベルテスティングプログラムを受けていれば、その2週間の自己隔離は免除なんですよね。じゃあそのプログラムは何なのかっていうと、ハワイ旅行をする前に日本を出発する72時間以内に臨床検査室改善法 CLIA に認定を受けた検査機関、難しい。まあ要はですね、ハワイ州の認定を受けた機関で指定のちゃんとした検査を受けて、その証明書を持ってハワイに到着して、それを見せて、でその症状とかも何もない OK だった場合は2週間の自己隔離なしで旅行していいですよといったプログラムなんですね。でアメリカではこの認定された機関、まあ、大手のドラッグストアとかで検査ができるので、まあね、最寄りのドラッグストアに行って検査して結果もらって飛ぶみたいな感じになると思うんですけど、日本で始まった場合はどうなるかはちょっとまだ決まってないみたいですね。私はまだその情報はキャッチしてないです。でハワイではその他でも、ハワイを出発する24時間以内にハワイ州のウェブサイトに行って、そのフォームに、健康状態とかを記入して、でその回答結果が来るので、E メールとかで来るので、その結果を持って QR コードが来るらしいんですよ。でそれをハワイに到着した時にスキャンしてもらうっていうようなものです。これ多分今までは紙で全部書いてたような内容じゃないかなと思うんですよね。私の過去のビデオで、マウイ島に旅行したやつがあるんですけど、それに旅行前にその記入したやつがあるんですよ。でそれ多分それを旅行出発前に E メールですやってくださいよっていうやつだと思われます。もちろん空港に着いた時にも電話番号の確認とかもあるらしいです。ちゃんとそのあなたの携帯電話が通じるのかなっていうのが確認されるらしいので、通じる状ハワイに着いた時には通じる状態にしておかないとダメですよ。大まかにまとめますと、ハワイ旅行は今可能です。まあ、ハワイ旅行に来ます。アメリカ本土とかを経由して来ます。まあ、2週間の自己隔離をすれば、その後は観光して OK です。もしそのプリトラベルテスティングプログラムっていうのが日本で OK 開始になった場合には、旅行の72時間以内にその検査を受けます。で その検査結果証明書、私はコロナをいつ持ってないですよ、感染してませんよという証明書を持って旅行します。あと24時間以内の、オンラインのセーフティートラベルフォームっていうのも記入して、その記入結果の QR コードと証明書を持って旅行します。でそれを空港で見せます。でその時にも異常はありません、体の健康状態に異常はありませんだったら観光して OK です。でもちろんね、症状がある人、空港で38度以上の熱があるとか、ちょっと何かしらの疑わしい症状が出ている人は、川に着いてから検査しないといけないんですよね。いくらその72時間以内パスしてて、24時間以内のオンライントラベルフォーム記入してて、だけどハワイに着いた時にちょっと熱が高くなっちゃって、おやおやおかしいぞみたいな時には、ハワイに着いてから
あの自己隔離というよりは検査を受けてくださいって言われちゃうんですよ。で検査を受けるの自己負担なんですよね。なのでまあ、ちょっと風邪気味だとかいう方は旅行しない方が、私だったら旅行しないかも。本当に気合で収められるもんでもないな、うん、まあまあ旅行しない方がいいと思います。分かりやすかったのかな、まあ、なんとなく分かっていただけたらいいなと思います。今日はこんな感じで、10月15日から始まった新しい、プログラムについてちょっと解説してみました。本当に自己隔離しないで逮捕されてる人いっぱいいるので、まあ、気をつけていただきたいと思います。早く以前みたいに旅行できる日が来るといいですよね。早く家族や友達に来てほしいです。ではまた次のビデオでお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。